見て見て、ほら、まだまだここがですね、ザラザラでちょっと危ないんですよね。これをツルツルの怪我しないような状態に麻酔をかけたいと思います。使用するのがこの3種類のヤスリです。紙ヤスリです。1個5枚ずつ入ってます。40号と180号と400号のやつを買いました。なんで3つ買ったかというと、この裏に書いてあるんですけど、研磨の方法として、40から80号の粗いやつでまず研磨して、で、100から180の中ぐらいのやつで研磨して、で、最後220から400のやつで仕上げの研磨をするっていう書いてあったので、この3段階でやっていきたいと思います。ちなみにこれ1個35弦。全部35弦です。でした。頑張ります。はい。40ので1回だけ、1回というか、ある程度角っこを取ってみました。結構ね、もう、ささくれが、なくなって、怪我しにくくなりました。結構いい感じ。で、もう一回ここを綺麗にもう一回して、あと表面を少し、まだ触った感じで少しささくれがあるところがあったりするので、粗削りを40号でしていきます。そして部屋の中でやってたんで、掃除が大変なんでベランダに移動しました。はい。こっちが、2回研磨した方です。もうね、全然余裕です。ちょっとさっき雑巾で拭いたんで綺麗になってるんですけど、こっちも2回研磨した方。で、こっち側がまだ1回しか研磨してない方。ほら、まだここがささくれてたり、ほら、ちょっと危険なところがあったりします。あ、ちなみに下も上もしてます。表面は上だけでいいかな、ちょっと辛いから。こんな感じかな。ここも2回研磨しました。このぐらい、出るぐらいの角度を、危ないからね、角が。はぁ、大きくて終わらない。また頑張ります。はい、一時磨き、40かな?のやつが終わりました。こんな感じ。次は今からこの中ぐらいの粗さのヤスリでやりたいと思います。これは180です。頑張ります。中間の粗さの紙で半分磨きました。ここから色がこっち側白くてこっち側ちょっと色が違うの分かりますかね。触り心地はこっちはまだ少しザラザラするんですけど、こっちはスベスベ。ほら、音が違う。ちょっとなんかくぐもった音がする、こっち。こっちはちょっと高い音がする。でもだいぶ辛い。頑張ります。はい。だいたい2回目の中ぐらいのやつの磨きが終わりました。綺麗な感じ。ちょっとピントが合わないかもしれないけど。表面2回磨きまして、なかなか触って、ツルツルまではいかないけれど、ザラザラがなくなった感じです。手が真っ白。次、3つ目の、もっと細かいやつで、ツルツルにしていこうかな、と思います。頑張ります。ついに、3回目の磨きまで終わりまして。よいしょ。ほら、わかるかな?ピントが、角も丸くなって、全然、少しザラザラするけど、使っていくとこのザラザラなくなっていくかな。怪我をしない机になりました今ちょっと雑巾でホコリというか削りカスを取ったのでもう手にもつかない。ほら乾いたら家に入れて
机として使いたいと思います。本当はこれなんかニス塗ったりとかしたいけどね、表面に。考えます。イエーイ、できた。多分トータル1時磨きで1時間ぐらいでしょ ?2 時磨きでまた1時間ぐらいで、3時で1時間ぐらいで、あとなんかいろいろ綺麗にしたりとか、何回か磨いて。3、4時間かかりますね。この大きさを磨くの。で、裏磨いてないんで、表だけしか、もうね、もう記録がないから。できました。嬉しい。